株式会社、梅炭本舗は、和歌山県木の川市に本社を置く、梅肉エキスを使用した健康食品の製造販売を行う企業である。創業から今日まで発売され続けている、健康食品、梅炭の発売元としてその名を知られる。また梅の産地でもある、和歌山県に工場を持ち、現地で一貫して製造され続けている。かつて1980年代には、 おはようワイド、土曜の朝になどのスポンサーを担当していたことでもその名を知られる。当時イルカをイメージキャラクターに起用した CM を放送していた。その後、長らくイメージキャラクターを起用しない企業 CM がスポット CM を中心に放送されていたが、2013年になって久しぶりにイメージキャラクターを起用、前年にデビューした歌手のウス。 沢美咲がイメージキャラクターを務める企業 CM が2月に放送を開始した。梅タン、梅タンエキストラゴールド、梅タンスーパーエキストラゴールドは2018年3月に沖縄県産サトウキビの食物繊維、ウージパウダーが配合され、梅タン UG、梅タン EG、梅タンセグに改名された。梅博士、松本交際のヘルシーモーニングとして、 同社の会長であった松本幸才自身が自ら出演し、梅の話や健康にまつわる話を放送していた。しかし、2009年3月31日放送分で終了することになった。当該校参照。大阪モノレールバイタン号創業は1925年7月11日、AB 株式会社、梅タン本舗第54期決算広告 A.B. 被災地の中学生歌手、薄沢美咲が、初 CM 芸能ニュース、N.I.K.K.A.N.S.P.O.R.T.S. com 本社店並びに、大阪市社会、説のお知らせ、株式の譲り受けに関する、お知らせ、小林製薬。 h t t p s w w w k o b a y a s h i c o j p c o r p o r a t e n e w s 2 0 1 9 1 9 0 5 1 4 0 3インデックス HTML2019 年5月16日、閲覧。梅田本舗サプリに禁止成分、自転車競技の公式スポンサー毎日新聞2016年4月21日。 弊社製品から和田禁止物質の含有が確認された件について、梅丹本舗、2016年4月21日、弊社製品から和田禁止物質の含有が確認された件について、梅丹本舗、2016年6月6日、ありがとうございます。